はい、どうぞ。どうも皆さんこんにちは。いや本当にですね、東京都議選、都知事、東京 都知事選ですね。いやこれやはりですね、まあいろいろ今出てますけれども、まあ、緑のタヌキ隊で、赤いキツネ、ね、この2つが大変面白いというなってますけど、その中でやっぱりいろいろね、また、日本保守党とかですね、いろいろ動きがあるみたいですけども、なかなかこれはですね、大変な戦いになってますね。玉神さんもなんか玉神氏も出るようなね、ありますし、なかなかこれちょっといろいろ話題がですね、いろいろ広がってきます。しかしまあ、この緑のタヌキ、これなかなかくせ者ですからね、なかなかのですね、なんか推薦、を呼びかけるということもなんかあれがインチキ臭いということですね。今揉めてね、騙されたかということでですね、なかなか巧妙なんですね、彼女は。非常にですね、やはり、ですね、緑のタヌキと、名前にふさわしいんですね、やはりですね、タヌキのおばちゃんということですね。中身のもう72歳ぐらいなのかな、まあ、だいぶ年を取ってきたけども、まあ、若作りといいますかですね、これもやはりですね、いろいろあるわけですね、ですからそういった意味でですね、この騙されないようにですね、一つ皆さん気をつけていただいて、非常にですね、彼女マスコミの使い方うまい、ね、そうじ、政治家も、手玉に取る、ね、国政にも影響力を持つということで、あと官僚ですね、行政も非常にですね、うまく使い分けるんですね。非常にですね、うまい、巧妙。もうしかしですね、騙されてはいけないですね、ぜひ皆さんもですね、この緑のタヌキね、カップ麺でおなじみのですね、緑のタヌキをですね、注意しなきゃいけないと思いますね。まだまだでも赤いキツネの方はですね、まあまだ若いしね、まあまだ元気があるし、まあ少しはですね、まあいいんじゃないかと思ったりするけども、でもあそこも立民ですからね、で共産党と組んでたりしますからね、やっぱり赤と言われるだけの名前ありますね。赤ね、共産党、マルクス、ね、主義ね、いうことでですね、非常に危険視されていたんだけれども、最近は共産党も少しマシなこと言うんでね、だからそれも騙されないようにですね、やはり彼らはマルクス主義をですね、標榜しておりますからね。マルクス主義っていうのはですね、非常にですね、嘘をでたらめって言いますかですね、あのスターリンもね、本読んだらやっぱり1ページ2ページはこれ嘘だってことが分かったんですね。スターリン自身もこれはまあマルクスだ、でたらめだってことすぐ分かって、これはただ利用しがいがあると、マルクスを利用してですね、国民を牛耳ろうとしたんですね。毛沢東もそうですよね、毛沢東も興味なかったらしい、マルクスにほとんど興味がなくてもですね、これ利用できると、マルクスを利用できるということでこの毛沢東も動いたんですね。全然本を読んで、あいつはあの人はですね、毛沢東も非常に、これはインチキだということが分かったんですね、で、ね、全然読まなかったらしいですね、もうね、まあ、そういう類のものなんですね。まあ、スターリンもですからコミンテルンっていうのをね、うまく利用したんですね、国際的にスパイを送り込んでですね、マルクスは信用できないけどコミンテルンは利用できるということで非常に活躍したんですね、コミンテルンが。これ非常に問題があったわけですね、ですからフランクリン・ルーズベルトとかですね、アメリカも、全部コミンテルンにやられましたね。日本もそうですよ、やはり尾崎穂積とかですね、ドルゲとかですね、やっぱ赤っていうのは気をつけなきゃいけませんね。そういった意味で今回もですね、赤いキツネ、まあ、ちょっと問題あるけど、まあでもまあ
まあちょっとまんていうか漫才っていうかね、そういったレベルですので、皆さんもですね、しっかりとですね、この政治と何なのか、政治家とは何なのかですね、本当に嘘が多いんですね、政治の世界っていうのは、ね、政治家嘘をついて一丁前という言葉もあるんですね、政治家っていうのはですね。いや、これ本当に困ったもんですね、政治家っていうかですね、非常にですね、困ったもんなんです、ね、ですから皆さんぜひですね、日本人は嘘をついてはいけないということが基本ですのでですね、ですから皆さん、日本人は嘘をついたら針千本ってね、もう本当にですね、嘘をついてはいけないということが親、もう散々小さい頃からですね、親から言われてね、嘘ついたらダメだよと、これ基本なんですね、ですから恥ずかしいことするなよと、ね、恥の文化なんで、もうね、ですから皆さんぜひですね、嘘をつくのは一番ダメ、これを基本にですね、日本の政治を変えていかなきゃいけない、その今回はそれがワンツーフィニッシュじゃなればいいですね、本当にですね、この小池、ですね、それが蓮舫ですね、話題としては面白いけども、果たして本当にこういったところからですね、政治家を見る力を養っていただきたいと思います。ぜひ皆さん、今回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。